西域と後は、西域を統括することを示す中国の官名である。前官の選定の地節2年、官から西域に派遣されていた帝基地が、車種を屈服させると、官は帝基地を森前前異性、南道とした。その後、選定の神尺3年に、強度の実築王を降伏させたことで、帝基地は森社氏異性北道にも合わせて認じられ、 西域の南北領土すべてを統括することになり、西域都語と称されるようになった。これが西域都語の由来である。西域といは、下官であり、本官は、木といや官大部であった。副官として、副行為が置かれ、進む一人、芝二人、甲二人、千人二人,人が属した。西域の中央部であるからする以上に、都語府を置き、西域三十六国を鎮武し、 諸国に号令をかけた。五冠においては冠が再域への軍事的影響力を保持できず、しばしば廃止と設置を繰り返した。ただし金利高市陣厚市藩町人なお断記。ありがとうございます。